市川、歌右衛門のお箱である。旗本、退屈男シリーズの戦後に再開した第1作目です。旗本、退屈男こと早乙女門戸之助は、日頃の横暴ぶりにより、親に勘当されていました。そんなある日、松平ではの神が毒殺され、その犯人と目される浜田宗之助の家族から、宗之助を見つけて、救ってほしいという依頼が、彼に舞い込んでくるんです。早乙女、門戸之助を市川、歌右衛門が、松平、義則を大友龍太郎が演じています。それではどうぞご覧ください。収まるめえねえ。何だっておめえさん、相手が悪いよ。だけどそれじゃ、猿若様屋さんはどうなるんでしょう。立て向きじゃそんな屋さん。下手するとあの体に、もし、なんだね。今人気の女役者、猿若さんやとひいきの旦那方が、無法侍に喧嘩を吹くくらいって親のところだよ。へえ、それはいけまへんな。ほいでその無法侍っちゅうのはどこの何ちゅうやつですか。赤塚組の棟梁、何かは鉄斎だ。何やて何かは鉄斎。おい、身を詰め込め、耐えずるよ。そっと出せ。へえ、起き上がれ。何馬鹿にならこうやってんか呪いで、何をどうされてるって俺たちの勝手、てめえの知ったこっちゃねえよ。へっ、うん、おい、参ったろうの知ったよ。おい、みんな逃げろ。こら、アンポンタン、弱いもんいじめ、えけんさらさんと、今にどれやいと捨てられぞ、ボケ、カス、アンパン。なさるね、あいた。なんだって？文字で言ってみな。こちらはまっとうに歩いてんのに、いきなりお前さんが山犬みたいにすっ飛んできて、勝手にぶち当たったんじゃないか。それにアホた何さ。すんまへん。アンポンタン、とっとと行き。ふっ、勝ったるいぜるだよ。ハンジさんじゃないか。いいお天気だね。おう、おう。ご用？すまねえが、今のとこからのいただき物をこっち渡してもらいてんだ。出し抜けにまた変な因縁をつけたが、一体それは何の話？おう、お兄さん、俺は相手にそんなやぼってこと言わねえ方がいいぜ。わかった。
この家業からすっぱりと足を洗ったはずのつむじ風の半次さんが昔の仲間からかすりを取ろうとおっしゃるんだね。何そうじゃねえ。俺は今の仲間早乙女さんの身内のために頼んでるんだよ。え、早乙女さんの身内。あ、これこれいいんだ。待ちなれ待ちなれんか。これ待ちなれ。うるさいな。何だねえな。じゃあうるさい。それでお前仲間うちの礼儀というの知ってなはんのか。な、何をまたあんた。何、何かに言わないんですっぽん間抜けな方の幹部てめえ。それでいいよ、この藪内ちなんの恩というもの覚えてなはんのか。なんやな、どうせちなねえの。どうもこうもありまねえのよ、あの方の部屋は。今日大阪先祖を集めてこの江戸の町に差して横ばいに入り込めあった方の我が、この想像を挑めない町奉行は早乙女美人の神様のごちゃ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 シャシャシャン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 、チリ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 
待て。ねえ、ついでに必要人どもが急でも、へし折りへし曲げしちれん。ねえ。お待ち、お待ちくだされませ。何故の止め立てじゃ。身に変えまして、私、どのようなお見舞いいたしまするゆ、皆様方に無言しようちをお控えくだされませ。確かにそなた、身に変えて詫びる所存か。はい、確かに。うん。梵天、引け。ねえ。覚悟はよいの。はい。何なりとおせつけ。なればまずその衣服を取れ。若しゅう姿のその下に、息づきうごめく石まとわん女体がしょもうじゃ。さあ脱げ、取れ。はい。取れ。ご案じなされます。たとえこの身はどうなりましょうとも、心の修行さえ忘れねば、三夜の芸に伝れはござりません。では。何やつ？人呼んで退屈男。それではしかし初対面のお手前方には通りが悪かろう。よって名乗る生命の義は、早乙女門戸之助。その早乙女が何をあっての水産じゃ。世の義にもござりませんが、実は拙者これなる猿若さんやとは、密かに言い交わしたる中。馬鹿を申せ！さようなたばかりが、赤塚組に通用いたすと思いよるか！なれども事実は事実。三夜。はい。しかと答え。拙者が今申せしこと偽りかどうじゃ。もと偽りではござりません。確かにないの。はい。それでは申し切るがさんや。拙者は常にね、吉内浮名を売るよりも磨きに磨いた芸を売れと申し聞かせた。生身の女体が芸の内だ思うさなんだはずじゃ。はい、力になんぞや。無法に屈して、人ならぬ人の前に一島とは羅針をさらす。ああ、たとえ事情はどうあれ、さような漏れ少年の女を色にも伝わっては、この早乙女の名の汚れ、皆々様の物洗いのためともなる。よってそなたの母者人を立ち合わせ、今日限りきっぱり縁を立ってくれによって、先に館へ立ち返り神妙に待て。はい。そのじらとてもそうじゃ。自慢顔にかようなところへ山野を連れまい、酒盛りなどいたすによって横やりの人とも会える主義とはなるのじゃ。早々に立たし。しかし。なあに、かまんかまん。お詫びは後から拙者ひっくるめていたすによって、さあ、立って立って、立たし。さあ、皆様、早く。やらん、待て。話し合いもいたさでいきなり切って捨てようとは、また手洗いご挨拶ですな。せっかくながらこの場に、いやだ。待て！話をつけるならこの辺のところだが。はい。さようか。どうもご遅くなりまして。
何の、さあ、ずっとより。いや、もうそっとより。もうこれで結構。いや、遠慮は無用じゃ。さあ、ずっとより。いかんいかん、思い切ってずんとより。お言葉ではございますが、私めのことは私めで処置いたしますで、この上の質はご無用に。ならばすまい。いよいよにいたせ。折り入ってのご内談とおっしゃいますのは。さあ、そのことじゃが、聞けばその子、かれこれ10日ばかり前に、娘岡地を勘当いたしたとの。誰がそんなこと。いや、その詮議はさておいて、勘当のこと、事実かどうじゃ。確かにその方、岡地を勘当いたしたのじゃな。やはりの、なぜまたさようなこと。お耳を汚すほどの筋合いではございませんので。いや、立って聞きたい。どうあっても聞かねばならん。つまり謝罪を申せ。岡地は当屋敷に作法を見習いのため参っておったり、身どもはよく人柄を存じておるが、あれほどによくできた岡地を感動いたすには、よほどの深い司祭が。それを申し上げます前に、私にもお席け願いまする。何をじゃ。本土の助様ご感動のお始末を。どうかそれをお聞かせ願いまする。後頭ぶらいの限りを尽くし、仮面に泥を塗り寄ったからじゃ。それでは申し上げます。私娘岡地、道を踏み誤りました家に。どう踏み誤ったのじゃ。越えてはならぬ垣を越え、手の届くはずのござりませぬ高貴の花に。垣とは身分の差別、高貴の花とは格式高い武家の嫡男、その以下の。なるほどの。いや、そうであったか。なれば申すが伝七、門戸之助の死人を継いでのあの乱行は、あれは皆武士たる我が身分を厭い、家を出るための手立て。バカな。と身どもも初めはそう思うた。なれども身どもと手子は愛しい。愛しければこそ、この考えもだんだんに分かって参ったのじゃが、門戸之助はあの、身分の差別を忌み嫌い、その家に武家の戦場を憎んで、この家、この親をさえ捨てたのじゃ。どうじゃ、伝七。死の交渉に上下の差別なしとするこの門戸之助。岡地にとって高貴の花か。お奉行様。そう呼ぶ町人岡っ引きと、呼ばれる奉行武家の間に差別の垣があってはならぬ。こう断ずる門戸之助に、一年かけて慕い寄った岡地の道は誤りか。世間、世間というものがございます。世間は世間。身どもには岡地のその道、誤りとは思われ。そんな世間に屈せず感動思いとは、ただ一筋に誠を貫く岡地の道は、苦しかろうが正しい道や。なりません。許しません。黙れ。世もさような事説はあるまいとは思うが、伝七。もし貴さんを許すその時には、身どもは何よりもまず岡地のその誠をこの胸に迎え取るぞ。ごもったいぬ。思えばそなたも不憫じゃが、岡地はなお不憫じゃぞ。な、許してやれ、許してやれ、許してやれ。天下の行動、大衆の面前で下手くそ発見の一徹先生とはまさしくそれは営業の妨害であるではないか。なんだ、こんなちっぽけなことを気にするようじゃ一徹先生も大物じゃねえな。ギョギョ。それよりも先生、今日は親方にバーリーを変えてもらっておいらの横に剣台を据えなよ。据えてどうなる。おいらの茶まくれに苗線の雨が降って
なぜ今日は新聞だからね。何新聞？うん、下剤がいいね。旗本退屈男明神下の決闘、昨日の喧嘩をそのまま読み上げるんだよ。じょ？なんでみんなさん、今度この度キャカポコアホだぜ。小僧が評判そのまま実践心も乾きにご指導のチャンガルチャボクで聞いてもこんね。キャカポコマヌケのコマンジャゴミ、よう、おのれきのワイニック。ギョギョ、なさり。なに？何かのうなぎすっぽんマヌケのヤブチントン。すぐさま医者にかかりなさい。へっ、どう？しょうしょう。ああ、いや、そんなヤブで役には立たん。一刻一分一秒も早く、天下の命にかかりなさい。さもないとあんたの命は今日中に一巻の終わりということになるのではあるまいかな。それ、なんでございますって？隣人のよしみじゃからはっきり言うがな。あんたの顔には歴然くっきりと思想というものが現れているではないか。え？てのいいな、あんな。おまはんの発見はな、当たるも当たらんももうどちゃむてくちゃでございますわいな。ここの横町のあれ隠居犯かって言うてはりましたわ。いや、そんならよろしい。後で後悔しなさんな。おお、また、待ちまれんか。何かご用か。何かにもない、いや、あんなこと言うてられ。それは ほんまに言うてなのか。はばかりながら一年堂一徹。偽りの経を立ててとちりちんとんを苦しめる道理はないではないか。病気は卒中ついてこっとんきゅー。時刻はクレムツの鐘が合図と心得なさい。クレムツの鐘が合図やなんて大丈夫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 。クレムツの鐘は合図にカタンキューやなんて、神さんも仏さんもシェシェやな。おてわ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 な、なんとかしてもういっぺん若い嫁はんもろて天下の御法に引っかからんようにチンチンカマカマしてみんと死にきれ思ってたのに。あーなんやな。もしちょっとお待ちくださいまし。うるせえな、教授に目の光なの捕まえてなんだねえな。祖者にござりが恐れ入りまする。どうぞ何も構いなく。早乙女門戸之助にございます。申し遅れまして、私松平出羽の神様ご家中でついこのほどまで江戸上屋敷のお前番を務めおりました浜田宗之助の母の、これはその因果助で縫いと申します。縫いにございます。して拙者に折り入っての頼みと。その意味もござりませるが、あなた様のご任教にすがり今日明日に差し迫りました宗之助の一名。何一名？救い願いますればと存じまして。ささか穏やかならぬお話だが、松平出羽様は温州松井135,000石。さようにござります。そのお前番とか受けたまわったが、宗之助殿は江戸城詰めの。いえ、浜田家はもともとご領内第一と言われまする大百姓で、金剛35家孫の束ねをいたす家柄にござります。それが昨年の暮れに急に自分にお取り立てになり、今年3月宗之助はお殿様のお供をして江戸へ出府してまいったのでございます。その宗之助殿はなぜまた一命に関わりや。それにござります。もうその恐ろしいことながら宗之助は死殺しの大罪人として。死殺しの その次第を述べられ。はい。
みのほどを。猫などどこにも見当たらんではないか。でも…気の迷いや。曲を変えなさい。何かただならぬ声を発したようじゃが。あの、猫に怯えまして。何、猫とな。それが、お三の間からお水を買いと思って、お次の間行きましたとか。おれんが飼い猫、お玉ではあるまいかの。いや、あの殿は姿のござりませる猫、見たのでございます。何、姿なき猫。なりません、入ってはなりません。なりません。なぜ、なぜにじゃ。行部殿、なぜ入ってはなりませんのじゃ。異彩は五穀、拙者直々参上いたしお見にいたしまするが、お二方ともひとまずここはお引き取りくださりませ。すぐに、すぐに参上いたしまするで。ならば、はよおじゃれ。行部殿、よいか、わらわの方へ先おじゃるのじゃぞ。王安殿、いかがじゃ。独死では施す術もございません。独死、察するに何者かがお料理の中へ読み銀山を仕込む。お台所の者に迅速を申し付け、お前坊浜田宗之助をこれ引っ立て。どのようよっぴて御家老様の取り調べ、引き続きましては手を変え品を変えての厳しい拷問。耐えかねまして宗之助様、身に覚えのござりませぬ死殺し自白したのでございます。とも知りませず私どもはその三日後にこちらに参ったのでございますが、つけばすぐにも仮祝言をと、道中のつれづれに語り合いましたこともつかの間の夢。宗之助に会うはもとよりのこと、神屋敷へのお出入りさえもかなわず。おあと。はい。ことなく申し渡しがございまして、宗之助は死罪。銀高にしまして、ざっと十万両の浜田家の屋敷全場とはそのままほとり上げ。なんで十万両を取り上げ。そんなバカな、そんなバカな、そんなバカな、よう、ほんな踏んだり蹴ったりお役者にされて言ったまってな。あんな相手は高にすると13万5千億じゃねえか。なぜ尋常に勝負をなさらんねえ。そろそろやおけ。せやけどあんた、控えろと申す。へえ。お毒味役には何の変わりもなかったと申されたの。はい、菅谷様には別に。すればその一位で宗之助殿の無実の証拠は十分と存ずるが。ところが菅谷様はどうやからふっつり姿を消したのでございます。何、姿を。そのために宗之助の一味とみなされまして。突犯でもいたされた。いや、あの当夜御殿からお下がりのご様子もなく、そのまま煙のように。煙のように。でん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 、忍術使いになったの違いますか。違います。判事。はい。その文州藩の中間人足に知り合いはないか。知り合いと言っちゃございませんが、文州さんの人足部屋に毎日上手間立ってますから。それでは参って、人探り入れてみろ。へい。
ところで両和様の弟君吉成様は確か仏門にられて菩提寺栄照院のご住職。さように気を読んでおりますが、実は拙者14、5歳の頃、その栄照院の先住職慈海様のもとへ書道の稽古に通いましており、吉成様にはたびたびと同座せしことがござるのじゃ。以来絶えてお会いする折もなく、果たして先方がご記憶かどうか定かではないが、お望みとあれば拙者命乞いに参上したぞ。どうぞぜひぜひとも。望みあるお話ならば呼びに参れ。残上待ち。どなた様のお顔でございます。お後めご相続のこと、ご決定なされましたよし、めでたく嬉しゅう存じ上げます。ご丁重なるお祝辞いたみります。わざわざそのへつらいを言おうために出向いておじゃったのか。そういうお手前様、また何しにここへ。知れたこと、今日は先殿様のご命日ゆえ御参に参ったのじゃ。ならばわらわとと同じこと。早乙女門殿助様、お目通りお願いおります。何、早乙女と。はい、五若年の頃当院御先住慈海様。うん、分かった、客前通せ。はい。その早乙女とやらは南町奉行早乙女備前守の嫡男にござります。奉行という言葉が大層お胸に応えました。黙れ。そなたこそ先頭の様に歯を受けのできぬようなことを。お二人とも一言を慎まれてはいかがござる。所詮それと兄君様はご成仏できませぬぞ。どうぞ。あ、早乙女門殿助にござる。うん、吉成じゃん。早乙女、南町奉行の嫡男にしてはいささか思い切った風体じゃの。ご検察恐れ入ります。党で神道15で祭し、二十歳過ぎれば何とやらの例え通り長鶴に従いまして、拙者宝刀ぶらいに身を持ち崩し、今は感動の身の上にござります。ほほう、また羨ましい境涯じゃの。世も大名の次男と生まれ合わせた過去には、幼児より仏門に入り、至極のんびりと浮世を離れて暮らしてまいったが、図らずもこの度、兄出羽の神の急死により、不本意ながらこの俗界に帰り、135,000石の跡目を継ぎ、多くの道を歩まねばならん。ぶしつけにござりまするが、出羽様ご他界の因は？そっちゅうじゃ。お今で急に倒れられて、それっきりであった。なればご病死にござりまするな。うん、いかにも病死。確かにそれに間違いはございませんか。またくどく念をしてまいるが、まさかそなたあらぬ噂を負け散らそう存念ではあるまいの。もちろんにございます。なれども出羽様ご病死とあれば、守護師の大罪人はございませぬ。何、守護師の大罪人。その意につきましてあなた様に折り入ってのお願い。うん、聞こう、申せ。どなた、どなた様でございます。お父っつぁん。お父っつぁんはよしね。感動すりゃ子でもね、親でもね。さあ、どうぞ。構わない。そうおっしゃらず、どうぞお引きになって。構わなってんだが、聞こえねえか。若様はいなさらねえのか。はい、あの、人所用がございまして、栄照院様まで。縁太と八千はどうしたい。どちらも旦那様とご一緒に。いい気なもんだ。一家の子分気取りでいいや。ところでおかじ、新所帯の味はどうだい。今さら野暮に根を押すわけじゃねえが、一年かけてやっと叶えた新所帯の夢に明け夢にくれた七日七夜には、数々の幸せの花が咲いたはずだな。
とすりゃ俺も感動のしがいがあって人ごとながら嬉しいが、その七日七夜の幸せを一生の思い出に。おかじ、今度はおめえが人様の幸せを願って差し上げる番だで。そういや勘の早いおめえだからすぐにピンとくるだろうが、お奉行様はおめえの感動のことを聞きなされて、おかじのその道誤りとは思われぬ、通せられた。またよもやさような事実はあるまいと思うが、もしも貴様を許すの時には何よりもまずおかじの誠を迎えとると申せられた。親のそなたも不憫だ。このおかじはなおさら不憫、許してやれと涙をさえよお流しのさ。岡っ引き不全の娘が身の程知らぬ高望みとお叱りくださるなら、まだしも真心込めてそうおっしゃってくだされたお奉行様の心根のほど、わしゃ嬉しいやら、おいたほしいやら。おとった頼む頼む、お奉行様のお言葉に甘えてはお前もわしも人でなし、大罰当たりじゃ。なんと人でも門戸の助様を家をお返し申して、旗本御定石3500石の総富の名石をお立て願う。義理の二人も外れようぜ。だからお返し頼む頼む。やれやれ、やっこらさんと帰ってきやった。修行どうでした？吉宗様は何と、ま歩きながら話しておいた。これは一体どうなったやろうな。ちょっとそれとこいつは手遅れかもしれねえ。どう何言うかね、アホ。だってるよね。こいつはちょっとこれださがいな。じきにほんまなこと言えるまんね。心配せんといきなよ。お席くださいまし。宗之助様はもし。いや、その身は安心めされ。今のところ宗之助殿の生命には別状はない。それでは、吉典様はどのように。無実とあれば不倫で、すぐさま事の真相を確かめ、除名についても及ぶ限りの尽力いたそうとはお約束は下された。ことはしかし、さように軽々しくは参らん。なぜ参らんのでございます。宗之助殿をめぐるからくりの意図すが、とえ旗絵にもつれいるゆえ。そんならそいつを一刀両断にバレずんと切り裁くのが、おお、これが吉典さんの裁きの際と思いますけどな。なんだね。つける犬目の匂いが匂うと。え？じゃが姿が見えねば拙者の気の迷いであろう。断るときには使いを差し向けます。まずそれまでは拙者を信じ、お気を楽に宿にいらせられる。そのおとも粗相なきお見送りますよ。ついでに宿の所在をしっかりと覚えてくれ。はい、さあ参りましょう。田川で栄翔院の国でちらりと拝んだシャッツラじゃが、生命は何と申す。名乗られ。黙れ。何事時に生命を名乗る言われはない。さようか。ではやもうやん。名乗られ。生命の際は柳田左近じゃ。その左近に拙者の後をつけさせたは、栄翔院に御参のお二方のうちお蓮様かお由良様かいずれじゃ。いや、いずれでもない。それがしの一存で捕まえた。かとそうか。匂いがない。ところがある。あるから油断がならんのじゃが、まあ今日は戦議はすまい。何
申し聞けておくが、柳田とやら、拙者の住まいを知りたくば、吉原岡場所矢場盛り場で、美女美形と囃される女性の者たちに、退屈男のお宿はどこと聞くことじゃ。すりゃすぐに教えてくださるで。足を棒に犬目のまでは、ほどにしろい。いかがだったでしょうか。登場人物が多くて、出演している俳優さんが豪華でしたね。うんうん、横山円達さんや桂春団治さん、面白かったわ。仙石のり子さんのミステリアスな感じも良かったな。そうだね。他に何か感じたことはある？セリフが聞き取りにくい場面があったので、話がすっと入ってこないシーンがあったわ。確かに。次回は旗本退屈男取り物控え七人の花嫁後編をお送りします。そろそろお時間ね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければ高評価とチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。